トルコ高速鉄道。トルコ高速鉄道は、トルコ国鉄の高速鉄道路線である。トルコ最大の都市であるイスタンブールと、首都アンカラを結ぶ高速新線として計画され、2003年に、着工し2009年に、アンカラ郊外からエスキシセヒールまでの一部区間が、開業した、アンカライスンブール高速線に始まるトルコの高速鉄道路線網である。 アンカラ・イスタンブール高速線以外では、アンカラから今夜までのアンカラ・今夜高速線が2011年に開業し、さらにスイバスまでのアンカラ・スイバス高速線が建設中である。アンカラ・イスタンブール高速線のエスキシェヒール、イスタンブール間も建設中である。イスタンブール付近の路線は、ボスポラス海峡に海底鉄道トンネルを建設するマルマライに組まれており、 イスタンブール以西ブルガリア方面への延伸も計画されている。この他にイズミルなどいくつかの都市へ向けての高速新線計画が持ち上がっている。TCDD の上部機関であるトルコ運輸省は2013年まで 2500km の2023年までに 4000km の高速鉄道網を整備する計画を立てている。列車は高速列車を意味する約セ HZL。 トレンのブランドで運行されている。人口500万人の首都アンカラと人口1、200万人の最大都市スタンブールを結ぶ高速鉄道である。それまで両都市間の鉄道路線は全線電化されていたものの、576km の路線のうち 110km のみが伏線で、それ以外は単線であった。また貧弱な路板と急カーブが随所に存在し、 全線で6時間30分程度の時間を要した。そのため、高速新線が一部開業する2006年に以前、両都市間を行き来する旅客のうち、鉄道が占める割合は10%であった。当初は1994年に計画された、アンカライスタンブール鉄道再生事業において、路盤の強化と急カーブの大半径化、複線化によって、時速 100km での走行を可能にするよう、 検討されていた。しかし需要に見合わないとされ、しばらく計画は中断された。1999年、エスキシェヒールトイゼンケ県と間を時速 200km に対応する計画の資金が得られ、2000年には時速 250km に変更された。アンカライスタンブール高速船は 533km で計画され2004年に着工された。 最初の段階では、アンカラからイスキシセヒールまでの 245km が構築され、1時間5分で到着する予定であった。2007年4月23日より試運転を開始し、2009年3月13日にアンカライスキシセヒール艦が開業。2014年7月25日に中国が担当したイスタンブールのアジア側の郊外にあるまでが開業した。 イスタンブール中心部への乗り入れ部分を残すのみになった。全線開業すると従来の半分以下の時間で両都市を結ぶことになり旅客シェアは78%に達すると期待されている。首都アンカラとトルコ内陸アナトリア地方の今夜を結ぶ高速鉄道である。アンカラ今夜高速線はアンカラからポラトルまではアンカライスタンブール高速線と共用し、 ポラトルから南下し今夜へ至る。この高速線が開通するまでは、アンカラから今夜へは、エスキシセヒールとアフィヨンを経由する路線しか存在せず、所要時間は10時間以上かかっていた。同線は2006年に着工され、2011年に開業した。この開業により、アンカラ今夜間は1時間30分で結ばれた。 将来は1時間15分に短縮される計画である。2013年、ポラトル付近で、アンカラ今夜線とアンカライスタンブール線を、ショートカットする、約5キロメートルの短絡線が開通し、3月23日から、同線を経由するエスキシセヒル今夜間の直通列車が、死された。首都アンカラからスイバスまで、従来路線では、単線で602キロメートルあり、 所要時間も12時間以上かかっていた。アンカラ水バス高速線では、全線複線で 466km となり、2時間51分で結ばれる計画である。同線は、ヨズガと県のジェクから、ヨズガ東経由市水バスまでの間の 291km が2009年2月に着工された。アンカラからジェクまでは、計画段階である。さらに、水バスから、 さきのカルス方面に延長される計画が2006年に持ち上がった。アンカラから西部のイズミルまでの高速線も計画されている。アンカラ今夜高速線のポラトルの南 25km の位置より分岐し、アフィオンとウシャコを経由し、イズミルへ至る 606km、所要時間3時間20分の計画である。分岐点よりアフィオンまでは2011年中に、 設計が完了する予定である。当初は2013年の開業を目指していたが、計画は遅れ、2012年に着工し2015年、開業予定となった。エスキシセヒール開業時点で、スペインのシーフ社製、HT65000 系電車が10編成が、投入された。この他に、イタリアから借用した、イター500編成は最高速度が、 時速 303km に達し、トルコの鉄道最速記録となった車両を生産するユーロテム社は、韓国のロテムとトルコのトゥーバシャースの合弁で2006年に設立された。2007年にサカリア県アダパザルに工場が設けられ、最高時速 352.4km の HSR-350X をライセンス生産する予定だったが実現には至って、 いない。なその後路線網の拡大に伴い新たにシーメンス社からベラロ、ビラ TR を17編成調達することになったトルコ国鉄 h t 8万軽系電車。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。